はい、おはようございます。今日は3月の、6日日曜日です。今ね、ちょっと出かけたために、車庫からね、車出したらね、出してリア見てみたら、右のマフラーカッターがどっか折ってしまいました。もしかして会社の駐車場に折ったんかな、それかバンドがもうなんか錆びて切れて折ったのかもしれません。わあ、最悪です。片方だけついてて片方だけなしってのはちょっとダサいですね。でもまあ今日はこのまま行くしかないですね。それか前のマフラーカッターがまだ残ってるんで、あれを付け直そうか、ちょっとどうか、悩んでおります。まああれもね、まだ使えるんで、口径が大きかったね、こっち気に入ったんでこれに良かったんですけども、数ヶ月で片方ポロリ落ちちゃいましたね。まあ前ついたやつは純正のマフラーカッターとちょっと大きいかなと思ったら、あんまりサイズが変わらなかったやつですね。5ミリぐらいしか変わらなかったやつ、あれをもう一回取り付けるかどうかですね。まあああいうのがまあしっくりくるっちゃくるんやけど、かっこよさから見るとこっちの大口径の方がいいんですけども、どうしよう、もう一回アマゾンで買おうかな。どうせやでもう2ついっぺんに交換してもらった方がいいですね。こっちも多分錆びてると思うし、ほら、もういくらステンレスだって錆びてるんですよね。ほら、ね、錆びてるんで、これも時間の問題なので非常に恥ずかしいですね。非常に恥ずかしいっすわ。 うわ、こんな感じになってたとはな。どこでおったんやろ、会社系わからんけど、でめっちゃなんかすごい汚れてる、砂みたいなのがビャーってついてる。なんか最近ちょっと洗車できてないのもあったし、それかな、なんかすごい汚な、めっちゃ汚いです。まあちょっと恥ずかしいんで、ま、取っ替えます。どうしようかな。ちょっとマフラーまたこの同じ口径のを買うか、また純正のね、こいつに 純正じゃないわ、純正に似たやつね、こいつに、戻すかちょっと迷って。あ、これは純正か、あれもう一つどこ、あ、ここか、ここに、しまってあるので、それはまだね、そんなに錆びてはまあいるっちゃいるけど、また使えそうな気がします。どうしたで、もう一回大口径のやつ買おうかな。ね、1個1000円いくらやったっけ、2000円ちょいやったっけ、それなんで、交換していこう。またちょっと注文してまた取り付けます。こんな恥ずかしい、走り方機能してたとは俺気づきませんでした。車庫見てもね、なかったんで、絶対会社、それかどっか、走行中に落ちたかどうかですね。ああ、会社かもしれない。もうだいぶだって右がね、錆びてたから悪はないんですよ、いつ落ちたってね。どうせなら両方落ちてくれたのが良かったんですけどね。 今日はちょっと、惨劇、非常に、悲しい、マフラーカッターが落ちてしまったという動画です。車自体ももうすごい、もうちょっと1ヶ月ぐらい洗ってないんで、非常に汚いです。はい、ちょっとね、寒いんで、もう車内に戻ってきました。では、ご視聴 ありがとうございました。今からちょっとパトロールに行ってきます。では、木曽さんまりでした。ご視聴ありがとうございました。